皆さん、こんにちは。淡井圭介より、いつもの、ルートで送った政治経済などの提案、Q9 です。今回の件につきましては、精神病院の件や、有馬警察署の人たちの、対応の件など、今までどういうふうなことがあったかっていうことを、何でも逮捕っていうことだったり、精神病院っていうことだったら、税金がとてつもなく使われてしまうんですよね。で、ちょっと私が、5月半ばぐらいからですね、精神病院入院させられたんですが、いろいろな私の今までの人生の中で、外から、喧嘩を打ってくるようなことを私の自宅に向かって言うような、人たちとかいっぱいいました。で、裏の、春山整骨院、あちらの方が最初、オープンした頃、夜の12時までお客さん入れてました。これに関しては、有馬警察署の警察官の方も言ってますけども、非合法であると。で、たまに電話かけなかったら、やっぱり夜の8時回っても、まだ車があったりとか、9時になっても、10時になってもっていうこと、今でも、ここ最近で今年ありました。で、だから、その、有馬警察署の方もね、アイコン電話かけてくる回数多いんちゃうかって言われても、向こうをちゃんとしなさいよ、その春山整骨院の方を、ちゃんとしなさいよと、どうしても車のドア閉めた時、音鳴るでしょ。あんまりバッタンバッタンされたら、こっちも家の中いて嫌だから、それぐらいはちょっとご協力していただきたいのと、で、春山整骨院の、介護職の人間たちとも揉めてました。ベランダで、例えば、洗濯物を干してる時とか、こちらに対して挑発行為を言ってきたりだとか、勤務中に、介護職の人たち、そういう人たちいっぱいいました。で、そういうふうな、事情があった上で、今回の入院の件、2022年、今日は、10月の8日です。見えますかね？どうかな？こっちかな？私の自宅の線路沿いのところ、有野第一タウンハイツの線路沿いのところに車が止まってまして、そのものが階段を上がってくるときに、手すりを大きく叩く音がしたんですよね。で、それ多分電波で、どっかから攻撃されてます。電波で音を出すことできますし、電波でレンズなしで、映像、撮影したりできます。で、実際電波は扇状に広がっていて、これだけ Wi-Fi などが飛び交っているこの社会の中で、どこはどういうふうなことをしているかわかりません。で、どこか政府じゃない組織や、テレビ局じゃない組織が、テレビ局と同じチャンネルとかを使用した場合、これは刑法で捕まってしまいます。これは法律でそうなってます。で、僕もね、いろんな件に関わってるから、世界情勢だとか、そういったところ、私が、淡井圭介よりいつもルートで送った政治経済の提案、こちらは、ホームページ、淡井圭介の履歴というものを Google の検索エンジンで探してもらったら出てきます。で、そちらの淡井圭介の履歴というホームページの3番のところに、YouTube にアクセス、できるようにしています。動画が出てくるのちょっと時間かかりますけども、これは各、皆さんのお持ちの、パソコンだったり、iPad だったり、スマートフォンだったりの性能によります。例えば、Core 3でギガ4で SSD がなしだったら、やっぱり、時間かかるんですよね。性能いいやつだったら、今では Core 7だったり、Core 7で 16GB で SSD 付きと、そういうすごい高性能のものだったら動画がすぐ出てきます。で、皆さんのお持ちのものによって動画が出てくる時間帯がちょっと変わると。ちょっと焦らないで、ちょっと動画、タップできるようになったり、クリックできるようになるまでちょっとお待ちになっていただきたいと。こういうことなんですけども、それも有馬警察署の方たちとか精神病院の方たちにちょっと目を通していただきたいんですよね。昔からどんなことがあったかっていう。ことで。で、もう一度私の、今回の入院の件につきまして、2022年の5月の中旬頃からの、宝塚三田病院への入院の件につきまして、
僕からしたら被害者側なんですよね。で、その手すりを叩くことに関して、有馬警察署の、竹中さん、公務員の方はちゃんと名前を公表しなきゃならない、ルールになってます。これは法律で警察官も最初、一般の民間人から、通報とか、相談とか来た時に、ちゃんと自分の警察手帳を見せなさいと。そういうふうなルールになっています。そうじゃなかったら、誰と話したかわかんなくなるんですよね。それも、警察の方からメモしてなかったら、ちゃんと僕に言ったことをメモしときなって、そうじゃなかったら時間経ったら忘れちゃうよって、2件も遅いじゃないですか。もう3日前に食べた食べ物だって忘れちゃうでしょ。僕もホームページにいろんな情報いっぱい載せてますけども、どこに何を書いているかの詳細は、やっぱり見て確認しなかったら、喋っていて間違うこととかあるかもしれませんし、で、実際人間だからみんな仕事場でもうっかりあると思います。例えば、ベルシステムさんで勤務させていただいてたんですけども、10月のシフト表で、配布されるときに、そのチェックされる方が、8時50分から18時までの、勤務って書いてるけども、9時に来たらいいと言ってくれてるんですね。で、配布終わってから、1週間後ぐらいに訂正した内容で9時から18時という内容に変わってるのと、10月は、今年は31日まであります。僕もね、暦のことちょっと、詳しくわかんない部分があって、30日なのか29日なのか31日なのか、これみんなあると思うんですよ。そんなところまで、しっかり覚えてる人なかなかいないでしょ。だから人間、うっかりとか、東証一部上場の会社でも仕事表を作るの間違えたりするんですよ。みんなうっかりがあるから、ちょっとそれぐらいのところは皆さん落ち着いて、ある程度、仕事で失敗する分どうしても、あるもんあると。それが大きな失敗とかに、被害者の方が発生しないようにと。そういうような形で運営できたらよしとしようと。それぐらいで良いかと思います。で、私のその入院の件にもう一度再度、戻りますが、私の家の自宅の環境かなりひどかったんですよ。その手すりを叩く音とかだけじゃないんですよ。廊下とか人が歩いてない時とか、朝の6時ぐらいとかに、無理やり起こそうとしてるのか、3階から、ドラを叩くような音とか聞かされたりとか、多分それも電波でやられてるんだと思います。で、その電波でそういうふうなことができるコンピューターが自動的に攻撃を仕掛けてくるっていうことを知らなかった。これをサイバー攻撃の、中の一部だと思うんですよね。で、3階の人もトラブルになっちゃうでしょ。朝から大きな音出さんといてくださいよってなっちゃうじゃないですか。僕からしたら。その件の時は、なんか大きな音するのは竹中さんとかに相談しよう。担当の、生活安全課で担当の警察官の方いらっしゃるんですけども、僕は精神病院に入院させられたその件の時に、僕が通報してるんですよ。で、相手も通報してます。これ順序として3階に登っていった、女性の方で、僕より多分年配の方だと思われます。髪の毛染めていて、白い、BMW に乗っていて、で、多分春山整骨院に出入りしてた人間じゃないですかね。その白い BMW って見たことあるんですよね。で、かなりのナンバー、春山整骨院に誰が出入りしているか、車のナンバー押さえてます、こちらの方で。で、僕からしたら怪しいと思ったんですよ。で、その人間が手すり叩いたんじゃないかと。で、3階に上がっていく人間に、その女性の方に、ここに住んでる人ですかと。違うと。で、何をしに来たんですかと。そしたら、弁当を持ってきたとか何か言ってたと思うんですけども、弁当を持ってたかどうかよ。そこちょっと記憶定かじゃないんですけども、ちょっと、怪しいなって思って、隣の209号室自体、一日にいろんな人間が出入りしてるのももう目撃してるんですよ。例えば、ちょっと夜遅くまで僕はゲームとかしていて、夏場で窓開けていたから、その通路歩く人見えるんですよね。で、髪の毛また染めてるような人たちですよ。で、そういった人たちが、10人ぐらい出入りしている。で、ただ、ドアの開け閉めも正直、音によってどの号室に入ってるのかって混乱させることできますよね。隣の、僕が聞こえてる限りでは隣の家の音でガチャンガチャンとドア閉まってる音は聞こえてるんですよね。で、もしかしたら違う号室に入っていたかもしれないし、その頃の状況、2011年から2022年、2020年までの間で、206号室に住んでいたものと思われる人物が、もう朝からもう大声出すんですよね。子供が学校へ通学するときに、
何々忘れてないかとか、なんかそんなことで大声出すんですけども、ひどい時朝の4時台とか5時台の時もありましたね。それほぼしょっちゅう毎日のようにしてくるんですよ。で、明らかに僕を無理やり起こそうとしてるんじゃないかと、まあそういうことで結局まあどこか対処してくれて、そこはもう空き家になりました。で、そこの家も違う人間が出入りしてたんですよ。だから本当のところその人たちの家なのかどうか分かんないんです。で、情報が僕の方には上がってこないので、僕からしたらここの住宅自体がいろんな人間や会社の人間が会社とかが借りたりとかして、いろんな人間が多分出入りしてると思うんですね。で、自分の自宅の家の鍵一回209号室の奥田さんに預けたんですけども、それからえらいことになってます。で、もう週は株式会社でも大型のタンクローリーが地下タンクに灯油を入れに来ることがあるんですけども、その時に大型だから U ターンする時に駐車場スペース作ってなかったらダメなので、車のキーだけは置いていってねって事務所の人に言われて、車のキーを置いていく、ポケットみたいなところがあるんですよ、入れるところが。で、そこに僕自宅の鍵も一緒につけていたから、どこの誰が僕の自宅の鍵を偽造したのか正直わかんないんですよ。で、鍵屋さんも固めておかなかったら、下手に身分証明書とかしっかり提示しないで、例えば運転免許証とかですね、そういったものを提示しないで、鍵持ってきたぐらいで鍵作ってしまったら簡単に偽造できますから、ちょっとその辺の鍵屋さんも要チェックとして対応していただきたいっていうところがあって、僕は昨年入院させられた時、それも晴れ山整骨院絡みですね。で、晴れ山整骨院の人たちで、人命会病院の人間が関わっていて、フルネームじゃないので名前出していいと思います、藤田っていうご老人の方が夜の8時ぐらいに駐車場出てきた時に、我々の方で対処しますとか何かそんなことを言ってたんですけども、その後僕警察官の刑事さんが自宅来て、8月ぐらいですね、強制入院させられてるんですけども、順序としておかしいんですよ。もう散々絡んでる VTR とか朝廷の方で番号は一時期ホームページに上げてましたけども、春山整骨院の介護職の人間が散々絡んできたりしていて、で、事態収拾ついてないような状態になってたんですよね。だから警察の方もそれ行政指導とかしっかりできるはずだからしてほしいし、で、正直警察官あたりがいかんかったら、区役所ぐらいの人間とかだったら、その相手の立場とか法律よくわかんないで、あんまり僕の言葉使いたくないんですけども、相手のことを侮ってるというか、例えば労働基準局の労働監督官に関しては刑法を使ったりできるじゃないですか。僕はそこまでしたくないし、そんなことしたってどんどん税金無駄遣いになっちゃうし、それ精神病院も同じなんですよ。ちょっとね、これ精神病院の領収書、ちょっと皆さんに見ていただきたいんですけども、これね、見ますかね。これ5月19日から、5月31日。こうかな。まず日付で。で、病院の売り上げに関してはここなんですね。支払い。で、これに関してこんな40何万も、十何日入院で、そんな金額誰も多分ほとんどに払えないと思います。だから、高額療養費制度とか、僕は生活保護者だったから、直接的に払わなきゃなんないのはこの金額とかだったりするんですけども、5000いくらと。生活保護者って一月、神戸市だと、北区だと、住宅扶助以外のところでいただけるお金は、6万7千ほどだったりするんですけども、生活いっぱいいっぱいですよ。だから、父親が、兵庫の方に住んでるんですけども、そちらの方に、様子見に行ったりする交通費も正直いっぱいいっぱいです。で、僕もたまに靴とか服買わなきゃなんないですし、下着とかだってやっぱりもうボロボロになってるのも正直、履いてたりします。どこかで無駄遣いになんないように削らなかったらダメだから、だからエネルギー問題、石油の残存量とかガスの残存量の問題ありますから、僕は楽観的な観測はいらないと思ってますから、現在の確認されている埋蔵量は世界国税税という公益財団法人が出しているものであって、それは国からのデータであって、世界中のデータであって、世界の政府が出しているデータと言っても過言ではないと思います。2022年
ベースで石油の残存量が69年分ほどです。だから、発展途上国がどんどん先進諸国化してくるんですね。今 OECD 加盟国、もともと20カ国、まあ先進諸国のことですけども、スタートしましたけども、今40から50ぐらいあるんですよ。先進諸国は。で、そういった国が、発展途上国の国、そちらの国の発展を、お助けしますよ、ということで、JICA とか、まあ、5年間、海外へいろんな、発展の手助け、まあ、教育とか、まあ、いろんな施設作ったりだとか、インフラ整備整えたりだとか、そういうことで、各国の人たちが、先進諸国が増えれば増えるほど技術持たれてる方たちとか、そういうふうに支援できる方たちが増えるから、発展途上国はどんどん伸びてきて、石油とかの消費量とか増えちゃうんですよね。自動車とか出回るから。だから、楽観的な観測はいらないなというところで、まあ僕は残り40年ぐらいで物事見てるから、まあ小池都知事の方で太陽光パネルの設置を東京都で義務付け化。で、都政六法の内容に各政令指定都市は従わなきゃならない形に、六法全書でなってます。で、現行法規でも、現代日本法規でも同じのはずです。で、だから各、まあ、今のところスペース云々のところまで制限かけてるんですけど、スペースの制限なんか多分いらないです。で、屋根どころか、まあ、壁にも設置したりして、まあ、それは淡井圭介よりいつものルートで起こった政治経済などの提案の今までの部分でお話ししてますけども、まあ、それもちょっと頭の中入れておいて、これも僕からの、政府への提案で、まあ、女性が活躍する社会の話もあったから、まあ、小池さんの方でも全国展開できますよということで、私の方からはまあ、アイディアとして、まあ、国会の方は国会の方でいっぱいいろんなお仕事対応しなきゃなんないから、まあ、都議会の方は都議会の方で、対応できる部分対応してほしいと、まあ、いうことで、まあ、仕事の役割分担ですね。まあ、そういうふうな形で動いてもらってます。だから今、神戸市北区では、余った電気を蓄電できるように、車のバッテリー見てもらったらわかると思うんですけども、あれ、絶縁体のプラスチックを使っていて、水の中に車のバッテリーって溜め込んでるんですよ。だから、大きな池とかダムを作って、下をコンクリート化して、コンクリートは絶縁体のはずですから、で、上に絶縁体のもので蓋すりゃ、そこに蓄電できるんですよ。巨大な蓄電池作れるんですよね。だからそれ、今、神戸市北区の山田町で、もうそろそろもしかしたら完成してるかもしれないです。で、その情報っていうのはまだ今のところ表に流れてないので、僕の方ではまだ確認しようがないんですが、交通費使ったりちょっとそこまで見に行けるような状態じゃないんですよ、ちょっと私の方が。で、まあ、病院の件に関して、金額はこれ非常に高くて、一旦話戻しますけども、入院費の件について、まあ、一月大体100万超えぐらいになってきます。これ、ほとんど皆さんの税金から使用されてる。で、精神病院の数、兵庫県の入院させられるような施設が30いくつほどあって、でまあ、およそのところ一つの病院の病床が150から200ぐらいじゃないですかね。だからとんでもない金額が精神病院に税金で数千億流れ込んでます。でそれも税金の無駄遣いだから警察官の人たちもちょっと抑え聞かせてほしいんですよね。情報収集してできるだけ精神病院に入院させない方向で、あと精神病院で出してる精子を生産できなくなるような薬、あれをやめさせてほしいんです。で行政指導ということでっていうのは、まあ、これは警察官の方も知識として持っておいてもらわなきゃなんないですし、行政の方たち、福祉課の人たちも、他の人たちもみんな知っておかなきゃなんない。で、行政が動かなかったら、なかなか物事進まないんで、行政の方で対応してください。で、裁判所も行政です。で、その身体がね、精子が、生産されなくなったっていう薬なんか飲まされた自分の体はどうなってるか分かんないから怖いから飲んだふりして僕もトイレに何回か流したことあります、正直。で、昔家族、まあ母親が生きてた時とか病院から出てきた薬は飲まなあかんよ、飲まなあかんよって言うんですけども、それされたら精子作れないでしょ。結婚するな、子供作るな。っていうふうに見えるんですよね。で、これが第二次世界戦争の頃の名残であって、あの当時って世界中に移民させたでしょう。第二次世界戦争が終わった後。土地のスペースを空けるためだったのか、何のためだったのか分かんないんですけど、自分たちで畑耕したら良かったんですけども、ブラジルの方だとか、北朝鮮の方だとか、いろんなところへ、生かされて、で、結局その人たちの証言って、もっと豊かな国だと思っていた、そういうふうに聞いてたっていう証言いっぱいテレビで放送されてます。で、それが、まあ、売春禁止法とかは1950年代に出来上がってるんですけども、もともと多分ね、
エロ関係のところで何か法律違反してしまった人間に飲ます用の薬だったものを片っ端から精神病院に入院した人間に飲ませるようになっていたと。これが実態であって、それが売り上げになっちゃってるんですよ。いや、これどこからどこまで横領なんだっていう話になるし、僕、今回の件に関して、警察に通報して逃げられたら困るから、相手車乗ってるじゃないですか。で、まあ、運転席の横のところに立って、今警察に来てもらおうとしてるから、ちょっと、追ってということで、間入ってもらおうとしてました。それ、警察官が、第三者が来て、間入ってもらって、話しなかったら、まあ、一般人に逮捕権あります。で、警察でその後引き渡しということになるんですけども、そこでね、その女性の方が、そのとこに立っとったら、車に乗られへんやろ。で、あ、こいつ逃げる気やな、思って、なんかあるんちゃうかってこっち思ったんですよ。で、僕を両手突き飛ばしてきたんですよ。だ、その後、車乗ろうとしたから、ちょっと待てっていうことで掴んだんですよ。で、その掴んだぐらいで僕入院させられて、3ヶ月近く入院させられてるんですよ。なんか変でしょ。で、福祉局の人たちとかにも証言しましたけども、僕は突き飛ばされたこと言いましたし、それで袖つかむぐらい一般人にも逮捕権があって警察への引き渡し、これは警察官がその時の状況を精査してどちらが悪いのかどうか。で、今回の件に関して、まあ、僕の方に掴んだっていうところにそれをミスとして認めたとしても、お互い斜めるぐらいで済みますよね。だから警察官の人たちもそれ手柄で正直上登っていったら給料アップしちゃならんと思うんですよ。それし始めたらもう税金がものすごい無駄遣いになって、精神病院の病床埋まるでしょう。で、ちょっとしたことでいちいち入院させてたら。で、これね、何前提で物事を動かしてるかって言ったら、多分今までの記録で、その精神病院の判断が、僕に対して幻想や、妄想、の、障害がある、統合失調症であると。統合失調症で、統合っていうのは話を統合できるかどうかでしょう。これ知識量によってできるできないあるから、それとその時の証言に関しても、正直、これ、有馬警察署の人にも言ったことあるし、皇后警察の人にも言ったことあるんですけども、こう話する前にいきなり頭の中いっぱい取られたりして、もうめまいがする時とかあるんですよね。で、それ、すいません、今頭の中取られてるんですけども、って、まあ、有馬警察署のその時いた、山本っていう警察官の方で、まあ、普段は有馬警察署にいらっしゃらない方らしいです。で、その方は、ああ、そうか、ごめんごめんって言ってくれます。で、分かってる人は分かってるんですよね。だから、これね、そういう風な部分が人間の世界にはあるっていうことを、現実としてあるっていうことを受け入れる人と受け入れない方、女性の方は、まあ、以前僕のホームページに書いてますけども、女性の胸が大きくなったり小さくなったりとか、顔が変わったり、まあ、ちょっとぐらい、もう法令線ってあるでしょ。だから、その、法令遵守のところで、一法律なんかで物事決まんないですから、結局、そんな話進めていったら、強制的なこと進めていったら、裁判所でお話ししましょうみたいな話になるんですよ。裁判官の方に情報を精査してもらって、これ本当に、これ対応正しかったんですかみたいなことになったら、これ僕、ホームページ300番に記載してますけど、弁護士さんなしでも裁判買ったりとか、いろんな法律いっぱい知ってます。だから、河川水門開閉式ダム発電とか、いろんな案は持ってますけども、あれって各河川に関しては、県、各都道府県の、知事だったり、まあ、各、市町村の、市だったり、そういった管轄のところは許可を出すかどうか、その河川に対しての工事を行うとき。まあ、そういうような形になってます。で、琵琶湖の河川水門開閉式ダム発、地下水流トンネル発電とかだったら、多分国家レベルで、もう国会で、その事業していいかどうかを、ご判断していただかなきゃなんない状況だと思うんですよ。河川法で、まあ、まあ、さっき各都道府県の話しましたけども、一法律なんかで物を決めないです。もう、本当に、もう、国に関わるような内容、大きな内容、多くの国民に関わる内容は、法律上、日本国憲法とかでもあったと思いますけども、どこかの法律であります。日本国憲法を含めて法律です。各条例とか含めて。で、国民に、多くの国民に影響あるような内容は広く伝えなきゃなんないっていう形になってるんですね。で、正直僕のその、提案してる内容によって、エネルギーが得れるか得れないかが、これ世界中で決まってくるんですよ。石油が世界中で尽きたり、まあ、基本的に石油の揮発したものが天然ガスなんですよね。だから、
ガスの採掘してるところはもう石油が全部揮発しちゃって、で、ガスを採掘したり してるところもありますし、石油を採掘しながら、やっぱり中で蒸発していってるから、一緒にガスも採掘してますよっていうところあります。で、まあそういったところで、まあごくたまに、採掘中に、引火したりとかして、大爆発とか起こされたりとかして、まあああいった仕事も命がけの仕事ですから、まあ自動化でできないものかな、どうかなとか思ったりもします。で、まあ、いろんなことを政府に僕も提案しますよ。で、まあ、今回の入院の件に関しては、これ話事情聞いたら検察官もちょっと阿波井君の言ってることもう一理あるなって、この入院するほどの件かなって、それよりも電波で阿波井君が攻撃されてることの方が問題なんてちゃうかと、どこからのコンピューターがサイバー攻撃仕掛けてきてるんだと、睡眠不足にさせようと、無理やりそれで起こされたりとかされてる期間とかたくさんありましたし、で、あれは警察署の竹中さんとかとそういう話してます。で、竹中さんの方もまあそういう風な状況なんだったら、そこ人間いたとか、ドアの音と車のドアの破裂も整骨院の件とか、僕も情報、あれも警察署にいっぱい提供してます。それどころか VTR も調停という形でね、まあ、申し訳ないですけども、あれも警察署の方たちを、まあ、調停ということで、まあ、相手方ということで、そうすれば僕が録画した内容とかチェックできますから、行き渡る。で、警察の方でもその僕が防犯カメラとかあるでしょ、あれはもともと合法化されていて、あれ被害者にならないように、もう住んでるところまでにまでいちいち押しかけて、なんていうんですかね、日常生活を壊すようなところまで商売しちゃならんですよと、まあ、こういうことになってるんですよね。だから有馬警察署の警察官でいろんな判例をご存知の方は、まあ、例えば西村さんとかもう移動されちゃったんですけども、まあ、できれば警察官の方も固定してほしいんですよね、そこの警察署に。で、あちこち行かれたらもう行方不明になっちゃうんですよ、職業証言得たのに。で、いろんな判例で、そういう市街地のところでね、時間遅くまで営業しちゃならないっていう判決もいっぱい出てるんですよ。当たり前のことなんですよ。そんなこと、車のドアバッタン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 、1日100台ぐらい、ここと、あと向かい側にも駐車場あるんですよ、花山整骨院の。で、もともと中国政府も認めてるんですけども、まあ、ハリキューに関して、まあ、中国から流れてきたっていうことになるんですけども、これほとんど詐欺でしょうって、針なんか刺したりとかお灸据えたりって、もともと少林寺拳法とかのところが拳法を扱いながら、お寺ってお坊さんじゃないですか、多分あれ暴力振るってしまった人は大昔の頃に額にね、なんか天の跡あるでしょ、あれお灸据えられて、であえて殺してしまったりとかして、暴力で、で、成仏、してもらうために、まあ、罪を悔いて、まあ、お経を唱えていたっていうことだと思うんですよね。だから針灸なんかして、まあ生活保護者の方だと、これ国民の税金負担になるんですよ、無料になります。で、今仕事の絶対数とか僕のホームページに上げてますけども、それ見てもらったら分かるように、今から20年ぐらい前の頃、竹中平蔵さんが、もう25年ぐらい前ですかね、竹中平蔵さんが経済産業省かな、財務省か、そのあたりのところの大臣の頃の正社員の雇用者数の絶対数が2400万人台分ぐらいしかなかったんですよ。本当に2500万人分ないです。で、それが世の中の実態で、あと全部非正規で、パートアルバイトで、やっぱり週3回だとか、勤務状況が。で、正直、会社法云々とかあって、今時コンピューターの電波云々とかの世界があるから、現場の人とかでも、ベルシステムさんで働いていて、ああ、何か聞こえている方たちとかいらっしゃるなっていうのはわかるんですけども、それ、正しいと思わないでください。人間が上げてくる情報を、コンピューターの方が、精査できないんですよ。本当にその情報が正しいかどうか。例えばコロナウイルスの件に関しても、多分突然変異してないです。ただ単に、人間、まあ、元々の始まりで無料でワクチンを提供したのも、正直に医療業界は言ってるんですよ。正直このワクチン打って効くかどうか分かんないと、多分人間の体は抗体作って、抗体持ちの人はマスク外して歩き回ったり、電車の窓閉めといた方が抗体持ちの人は抗体ばらまくから防げることになると。で、今までそういうふうな病状の
病気関係いっぱいあるんですよ。その人間の体が抗体を作っていろんなこの病気に関しては人間側が勝利したとか、そういうふうな、海外の先進諸国のところでそういうふうな、事例いっぱいあります。で、もともとそれ始まりだったんですけども、ワクチンが効かなかったものだからワクチンの開発競争が始まったんですけども、あれテレビで上がってきたニュース見たら卵に何か打ち込んでワクチン作るとか、そんなことできるわけないって見ていて分かるでしょ。これ精神病院がその精子を生産できなくなるような薬作ってるのと同じで、そんなことしてるぐらいだったら日本小麦粉を輸入させていただいて石油消費して輸入してるんですよね。だから石油の消費量を何とかしなきゃなんないから、そんなもの作ってる暇あったら小麦畑作った方がいいし、耕作放棄地いっぱいあります。この近くで言ったら二路駅っていうところが神戸電鉄のあの近くにあるんですけども、そのあたり、まあ半径1キロ以内ぐらいの線路沿いのところですね、見渡せる限りのところ、まあ電車見ていて分かりますよ。耕作放棄地全部の土地合わせたら、まあ甲子園分とか東京ドーム1個分ぐらいのスペースあります。でそれほったらかしなんですよね。だから自分たちで作ればいいんですよ。売り上げにもなるでしょう。だから消費税撤廃まで正直私だって持っていきたいし、僕もあのずっとホテルマンとして、まあ、いろんな一流のところで働かせていただいたりしましたけども、まあ、そこも売り上げものすごかったりしましたよ。だから正社員雇用の方たちいっぱいいましたし、誘われました。でうちで正社員にならへんかって言ってくれたりしてくれるとこいっぱいありました。フルズラバーパークも言ってくれましたし、大阪ヒルトンホテルもそうだったし、ホテルオークラも、ここまでの期間頑張ったらうちで採用するよみたいな話もあったと思います。でそれありがたい話あったんですけども、かたやあの人材派遣会社のファインハイゼンの方からうちの方で正社員になるかと、あのそういう話もいただいていて、僕としてもどこでまず正社員になったらいいんだ、みたいなところあったんですよね。でその頃って法律に長けてた頃じゃないから、もう判断力ないし、まあ、ずっとボーナスいただけない生活でしたし、厚生年金も入れてもらえなかったんですよね。で安倍政権の時に自民党と、まあ、立憲民主党両方の方からあの話まとめてもらわなかった話、まあ、大きな党のところ話合わせてもらった話ごちゃごちゃなんですよ。だからあの現場の方ですぐにあの厚生年金とか入れるようにしたならあかんと、結局雇用保険だってすぐに入れるようにしてなかったら、あの2ヶ月の雇用とかであの書類作って来られたりしますから、まあ、ただね、コロナウイルス患者のそのメールシステムさんでデータ入力の仕事をお仕事をさせていただいてますけども、今でも今月いっぱいになりました。それね、僕の方がその会社のコンピューターのパスワードが載ってるものをファイルを家に持ち帰ってしまったんですよ。だから僕は絶対公開者にならないから SNS でそのもの公開しないし、僕は法律分かってますから、で自分持ちでもう家から疑われないように一歩も出ないようにしておきました。だから違法行為には当たんないんですけども、まあ、現場の方では家で家で持って帰ってきてしまったことが原因となって、まず僕が、まあ、あの派遣切りに遭うんですけども、もう今月いっぱいで、お仕事ないです。で違うところマーキュリーステッフィングさんに今お仕事探していただいてるっていうのは今の現状で、まあ、あの窓口の方に、まあ、ファインハイゼンの時にそのままテレビ出てみひんかっていう、出てみないかっていう話もあるけどどうだと、まあ、いうような話もあったので、これ人材派遣会社からでも、ああそういうことできるんだっていうことは分かりましたから、マーキュリースタッフィングさんの方からテレビ局への出演、ちょっと僕今までの事情こうこうこうでホームページこういうのはあるんでちょっと名答してもらってそれ交渉いただけませんかと、会社勤めの人間じゃなかったら窓口行っても相手してもらえないし、窓口の人間が僕のホームページなんか見てなかったりするから、そういう対応になるから、今までテレビ局の出演者が淡井圭介絡みで出世してる人たちいっぱいいるんですよね。でそういった部分も含めて、テレビ局も幅広く対応していただきたいんですけども、節約の部分も含めて本当は僕はテレビ出なきゃおかしいんですよね。で僕は導き出した答えとかでもありますし、それをするにはどうしたらいいかっていうことを58番に集約させてますから、まあ、他にも同じようなことを考えて先言われた方もいらっしゃると思いますよ。で、まあ、そういうふうな人たち、エネルギーの節約とか金属の節約、そういった子たち、どこを改善したらいいのかっていうところをよく理解してる人たちがテレビに出るべきだと思います。で今ね、日本は人口少子化なのに有料番組とか、まあ、衛星放送でもそうなんですけども、まあ、
まあ、有料関係のインターネット上の番組とか幅広がりすぎて視聴者が絶対分散するんですよね。だからもともと地上波だけでよかったんです。衛星放送もいらないです。いらないです。テレビ局の方は海外からのその放送を放送させてもらって一般の人たちが見てりゃ済むわけですから、金属とかはもったいないでしょ。そのパラボラアンテナとかだって結局金属を使ったりそれ加工するのに石油とかガス消費してますから、だからそういうことで話になってくるんですよね。だから何を軸にするかって言ったら世界の五大問題、人口増加問題と、農業問題と、金属の残存量問題も地下掘っていくにも限界ありますし、ただそれの対応方法としてマグマ発電によってマグマを、流し込んでいくことによってそこから金属が混ざっている可能性があるので、まあ、採掘をしてと、それによって補っていくっていうことを、まあ、シールド工法によって、まあ、穴掘っていく工法のことです。まあ、そういうふうなことを、ご提案させていただいたりしてます。普通はこれは経営コンサルタント料とかでお支払いしていただけるようなぐらいの内容のレベルかと思います。良い良案ですか、良案かどうかだと思うんですよね、本当に。で、まあ、今のところ、まあ、芸能界の方たちにお伝えしておきますけども、法律のことよく分かってない人たちがいっぱいいるんですよ。今までの事情がどうかっていうところが裁判所では、重視されます。だから、もうここまで結婚問題、彼の結婚を止めてしまったり、もともと結婚問題を生んで来られたりしてる人たちで、テレビで出世してる人たちいっぱいいます。いっぱいいますから、そこの決着をまずしっかりつけてあげなかったら、結婚する気あるのかないのか、まずはそこをはっきりさせあげたら、物事整理整頓ついていきますから。もう僕30歳ぐらいの頃にもう僕も自分の結婚焦っていて、いろんな人と会ったことを思い出したから、だからなんとかお金貯め込んで東京で生活保護の時ですよ、なんとか節約して節約してって、その往復費って新幹線プラスその新鉄だったり、まあ、神戸電鉄だったり地下鉄だったり、その新神戸駅まで行く新幹線の運賃だとか、東京着いてから各事務所とかテレビ局行く運賃ですね。で、食事だってしなきゃなんない。まあ4万円ぐらいはいるんですよ。で、そのお金を貯め込むのって非常に困難なんですよね。で、そういったご事情を理解していただいて、早く淡井圭介さんの、携帯電話に状況どうなってるのか早く電話してあげなさいと。これが正しい判断なんですよね。僕も裁判所でね、そこまであまり争いたくないし、もうコピー機壊れちゃってるから、手書きでね、もう何のための ID?IT 化か分かんないんですよ。だから裁判所の方でも、ホームページに上げてる内容は本当かどうか、それを電子書類として認めて、で、ことに当たってくれるんだったら、裁判っていう手続きは、早く進むかと思われます。で、まあそういうふうに法改正必要だったら、法律改正していただきたいですし、まあ皆さん、ご対応の方よろしくお願いします。で、その昨年の、僕ね、精神病院、人命海病院に1回入院させられたのと、宝塚三田病院に6回入院させられたのと、あとは有馬高原病院に1回入院させられて、計8回入院させられて、もうものすごく嫌な、ひどい目に遭っています。怖い目に。で、監禁状態ですね。だから、病院行ってもやっぱり自分の顔変になったりしてたし、だから、変な現象いっぱい起きてるから、社会一般的に何かその精神病院生かされてる人間の方が悪いみたいな形あるでしょ。ただ順序全部整理整頓していったら、いやいや、この人被害者じゃないかっていう部分あるから、で、芸能界の方たちとかも家の横を、高額所得者の方たちもいっぱいいるから、まあ僕、東日本大震災の時生活保護という意味ではありながら、募金箱に1万円、寄付したんですよね。僕もそれも阪神・淡路大震災の時に、その時って寄付金の額はまあ1000億ぐらいだったんですけども、まあ正直それじゃ足らないんですよね。で、多くの人で分け合わなきゃなんないですから。まあ一人その当時で30万円ぐらいですね。まあ、まあもちろん引っ越しとかで、それでできたりするから、もちろん、必要だし、それありがたいし、だからそういうことがあったから、今度はこちらがお返ししなきゃなんないと思って、募金箱に頑張って、1万円札投入しました。で、募金をしてた、ボーイズリーグ、まあ、少年野球の
子たちを、まあ、その、まあ、少年野球の子たちなんかも、すごいお辞儀の仕方で、ありがとうございましたって、もう、こういう対応してくれたんですよね。で、ちょっとだけ事情を説明して、僕は一万円札をこちらに入れたのは、僕は阪神淡路大震災の被災者で、建物、東山高校っていう集合住宅、まあ、当時、バブルの頃の、まあ、高度成長期の頃で高かったんですよ、マンション。3800万円して、ね、購入してるんですよね。で、多分借金残したまま、もう破産手続きか何かして、多分阪神淡路大震災の被災者は、瓦礫の撤去、国が費用を持って対応してくれてましたよね。だから、そういうふうな部分で、僕も父親、まあ、もともと購入者は祖母なんですけど、もう、とうの昔に亡くなってます。で、その後の所有者は多分父親とかだとは思うんですけども、まあね、これもね、だんだん話を追っていくと、その、分譲マンションなのか、公営住宅なのかも分かんないような話になってくるんですよね。結局、仕事の絶対利用とか少ないから、社会から外れてしまったら、なかなか、しっかりとした長い雇用期間のお仕事っていただけないですし、で、厚生年金かけてなかったがゆえに、うちの父親の経歴って、僕の父親の経歴、どんなところで働いていたかって言ったら、四国生まれで、もともとフェリーの往復、神戸と往復で、私の母親の淡井春子と、そのフェリーで、フェリー内でのお仕事で、また、あ、飲食関係のレストランの仕事だと思うんですけど、それで母と知り合って結婚してるんですよね。で、その後神戸に引っ越しして、四国の方で仕事が少ないですから、神戸行ったら仕事あるんじゃないかと。これも結局いろんなところ移動してもね、あんまり多分変わんないと思うんですよね。で、まあ、うどん屋さんで働いたりだとか、まあ、バブル崩壊する前までは、まあ、ちょっとしたチェーン店の、まあ、レストラン、ステーキレストランの、末広っていうところ、まあ、関西圏内ですかね、関東まで進出したから、まあ、10店舗以上は確実に、まあ、展開していたところで働かせていただいていました。で、だから場所によって、厚生年金かけてるかけてないとかがあって、そんなうちの父親が、まあ、検察審査会とかの、その後、になったりとかしてるんですけども、厚生年金のかけ方が中途半端で、ちょうどね、一月の年金と厚生年金の、支払いが一月あたり、まあ、2ヶ月に1回の支給なんですけども、一月あたりで、あれは物事を見るんですけども、11万7千円ぐらいで、11万5千円ぐらいを下回ると、神戸市兵庫区あたりでは生活保護に加入できるんですよ。で、加入していたら、その洗濯機とかを、が壊れた時に、生活保護の方で対応してお金出してくれるんですよね。ただ上限の金額決まってます。だから、普通の洗濯機よりも、まあ、ちょっと安い洗濯機とか、まあ、ちっちゃい洗濯機を探さなきゃならない状態になるんですけども、もう父親なんかたらいで自分の洋服洗ってたんです。あれすると、あんな洗った後、ギュッて絞らなかったら乾かないから、特に冬場なんとか雨の日とかもそうですけども、雨の日なんか家の中で干さなきゃなんないじゃないですか。言うて絞んなきゃなんから、夫婦はものすごく痛むんですよ。で、セーターなんか伸びてしまいます。だから、たらいでの洗濯なんか無理ですよ。あんなもの、現実的じゃないです。だから、生活保護に入れなくて、たらい回し、僕はたらい回し状態に芸能界やテレビ局の受付へ行った時になってたのと同じように、父親がもう洗濯機買えなくて、たらいで洗濯してたんですよね。だから僕芸能界でたらい回しにあってから一回自分の父親の生活とか見つめ直した時に大変なことになってるとかわいそうだと、まず父親助けてあげなきゃなんないと思って、そうだ、リサイクルショップがあったと。まあ、一時しのぎでもいいから、とにかく中古の洗濯機買おうと。まあ、向こうも、リサイクルショップの人も、いつ壊れるか分かりませんっていう話されます。で、僕もそうだと思いますよ。そんなもん、今までどこの誰がどんな方に使ってきたか、一日何回使ってきたのか、いちいち覚えてないでしょうし、チェックなんかしないでしょうから、記録つけてね。まあ、そんなもんだと思います、世の中。で、1万いくらで購入させていただいて、リサイクルショップ。だから、リサイクルショップをね、残さなきゃダメですよ。で、ちょうど、金属のエネルギー問題とか、まあ残存量問題もそうですけども、そういうふうにリサイクルショップでまだ使えるものを使えるような社会に残しておかなかったら、
特に人口密集地帯、残しておかなかったら早く金属を尽きて人類滅亡しちゃいますから、あの発電機のタービン、あれは金属同士の摩擦で大量の静電気を高速回転させることによって、摩擦によってそれをコイルをどう、まあ、電気の伝導率がいいんですよ、それで電気を回収して、あの電気を発電したものを、まあ、発電所として、まあ、送ってるんですよ、皆さんの電線通して。でそこも多分ね、伝導率が 100% ではなかったと思うんですよ。だから発電所が遠ければ遠いほど効率悪くなっちゃうんですけども、あの伝わっていくから多分そうだと思います。ただしね、絶縁体のゴムで周り囲ってるでしょう。じゃあ電気逃げないはずだっていう考え方もあるはずなんですよね。だから実際のところはね、プロに聞いてみなきゃ分かんないかと思うんですけども、あの伝導率ぐらいだったら、あのウィキペディア、まあ皆さんで調べていただいたら分かります。あの電気の伝導率とか熱の伝導率とか金属の熱の伝導率とか、そういうふうなワードで検索していただいたら、まあウィキペディアにいろんな金属の、あの熱の、まあ何度で融解するとか、いろんなもの情報を皆さんで見れるかと思います。実際僕は、見当たりました。で、とにかく有馬警察署の方たちにこれは対応していただきたいんですけども、ちょっとやそっとで、あの、まあ、僕だけじゃなくてね、他の人も、もう精神病院なんかに入院させないで、事態を落ち着かせてあげること、いや、ここはこうなってるんだよ、ああなってるんだよって、今後こうしましょう、ああしましょう、こんな電波の社会あったら無理ありすぎますよ。被害者が入院させられるので絶対おかしいで、精子が生産されない薬に飲ませるでしょ。だから立たなくなるんですよ、最終的に。だから、それって結局そんな方法で人口の抑制しようとしていたのか、多分それ第二次世界戦争の名残だと思うから、これもう国会レベルでの対応だと思いますよ。日本中の病院でもうそんなものばらまかなくていいと。今は日本少子化状態であるし、でそんなもの飲ましたって人間性が変わるわけじゃないから意味ないんですよね。でそんなことよりもそんなことになる薬飲まされたら怖いから、自分の体がどうなってるか分かんないから、あのトイレ飲んだふりしてトイレとかで流したりとかして、まあ、家持って帰ってきて僕がトイレに流すとまずいと思ってるんですよ。それで魚の繁殖力が落ちてしまったりしてる部分も、多分もう何十年もそんなことしてるから、大量の病院でそんなもんばらばいて通院してる人にもずっと押し付けてくるから、病院が飲まなきゃなんない飲まなきゃなんないって。でそんな社会作ってどうすんの、ご覧なさいよ、少子化になっちゃいましたけど、どうしますと。一人で4人支えなきゃなんない社会になるとかテレビであの放送されてるじゃないですか。これは現実的に税金の問題とか対応できますの、このところで一時デフォルトの恐れがあったから、2015年世界とご相談させていただいて、あの認めていただいて、為替相場は1年間2015年1ドル125円と、まあ他の国に対しても円安っていう形で安倍政権の時させていただきました。安倍政権の時にね、個人の金融資産がもう2000兆円まで膨れ上がって、だからね、その現場に仕事もないんですけども、どこを改善しなきゃならないかって言ったら、人材派遣業の人たちにもちゃんとした契約書を結んであげて、今 ID 化で契約書が回ってこないんですよ、あの労働者側に。だから書類として回してあげなかったら記録として残しづらいでしょ。だから ID 化 ID 化っていう部分もあるんですけども、本当は書類で交わさなきゃなんないでしょうし、手元に置いていて、で会社が書類隠しとか、やっぱり裁判になったら会社が逃げ回ったりしてること今までありました。結局会社にお金がなかったらどこがお金払うかって言ったら、まあ労働基準監督署としたら、まあ国はお金払うことになってます。だから経営者の人も潔くなったらいいだけの話なんですよね。で今はもう日本はデフォルトの心配はありません。日本の借金額は今1100億円超えてますけども、個人の金融資産のトータル、日本人のトータルの金融資産が借金額が追いついてしまうとデフォルトっていうこと、債務不履行っていうことになるんですけども、そうなると国連からの援助とかで、まあ、皆さんの生活を支えていただくことになって、まあ、国境線引いててもね、もうどこか一つの国でデフォルト必要なところがあったら助けてあげなきゃなんないんですよね。だからそれで話、世界中の政府上層部で話通ってますから。で一体今のところ日本はデフォルトの心配ありません。大きな災害とかあったらまた話事情変わってくるんですけども、借金の増え方として個人の金融資産だから、海外の何か金融資産とかを持ってたらそれ買ったりするから、まあそれを借金で買う人とかともいらっしゃるでしょうし、まあ土地とか建物とかそういったものとかもありますから、これね、
株のところでも返済の見込みがあったら、正直大きな会社に銀行はお金貸したりして事業を進めたりしますから、会社持ちで株とか、まあそういうふうな形もあろうかとは思います。で、まあ役員を送り込む云々の話もあるから、ずっとその株だとこちらから正しい役員を送り込めない、改善ができないとか、そういうことでもしかしたら海外の株を買い付けたりしてるんじゃないかとか、まあこんなことはね、その一つ一つの会社の事情を見てみなきゃ分かんないし、で僕はそこまで手回る方もあんないですから、とにかくけど58番で相当なところ対応してると、他の農業問題のところも新しくここ、今日ぐらいですかね、2022年、まあ、農業問題についてっていう欄、新しく、ホームページに、まあ、上げましたけど、まあ、近くの二郎駅のところに、先ほども言いましたけど、まあ、耕作放棄地が、まあ、甲子園ぐらいの、全部合計すると、いや東京ドームとかぐらいのスペースがあるぞ、ありますよと、まあ、JA 管理でそれ米畑作った方がいいんじゃないですか。お米はね、あれ貿易収入で海外に5万トンほど、海外から5万トンほど輸入してますけども、あれはね、多分飲食店が海外も美味しいお米作ってる国は作ってるんですよ。だから飲食業界とかで海外から輸入したら安いから海外からどうしても買い付けしてしまったっていう部分があって、それもエネルギーの浪費になって、今度は日本が日本のお米を海外に売らなきゃなんないみたいな話になって、それ逆にそれ石油がたくさんなくなる話になっちゃうから、もう為替相場は円安の方がいいんじゃないかって、まあ、日本の状況を見ると、まあ、そういうふうに思えていたのも事実であって、今は為替相場は円安方向で進めさせていただいてます。これが現実だから、為替相場円安だからって慌てなくて結構なんですよね。まあ、それでやっとまともな社会になるわと。これで木材も、500万ヘクタールでしたっけね、600万ヘクタールか、まあ、これ都市によって変動してくると思うんですけど、主にまあニュージーランドとかオーストラリアあたりからの輸入が多いんですけども、あれ相当な距離ですよ。相当燃料使わなかったらそんな量を運んでこれない。だから日本なんて木ぐらい自分の国でもう都市部に住んでいるから分かんなくなるだけで、山など来たら分かりますよ。山の木切りに行ってる人なんかまずいませんよ。いっぱい山生えてるから、木切った後植林していきゃいいだけなんですよね。これで全部解決します。日本は自前で、自給自足できる国です。だからその辺のところでね、あんまり皆さん慌てなくて結構ですよ。解決策僕のホームページに載ってますから、その通りしていきゃいいんですよ。そしたら経済的にも全然事情変わっていきますから、太陽光パネルもそれだけ壁とか屋根の上とかもいろんなところに貼り付けてしまえばかなりの電力できますし、河川水門開閉式ダム発電が多くのところで、まあ、大型の回転扉式のタービンまで設置するところまで進めば、大雨の時、多くの発電できますから、太陽光パネルじゃ雨降った時、ああ、もう発電量もビビたるものですよ。一応ね、太陽の光がある程度当たれば、ある程度ちょっとぐらいは、まあ、数パーセントなのか、10%なのか、これ、雨降っていても、太陽の光が結構、降車した、2個は、当たってる時って結構あるっちゃあるんですよ。だからその時その時でこのパーセンテージは変わってくるから、一概にこれだっていうことは言えないんですけども、一応雨の日でも、まあ、光が差し込んでる時とかは、まあ、これ時期温度、まあ、熱エネルギーを多分変換してるわけですから、まあ、夏場と冬場で、まあ、発電力とか変わってくるんじゃないですか。だからそこはプロに聞いてみなきゃなんないし、作り方とか加工状態とかにもよって耐用年数とかも変わってくるでしょうし、まあ、僕のテレビは、まあ、シャープエンジニアリングさんで働いていたこともあって、ちょっとテレビのメーカーもう一回確認しますね。ごめんなさい、画像ちょっとあれでしたけど、まあ、シャープさんの、まあ、テレビ購入させていただきました。で、これは2007年8年それぐらいの購入だったと思うんですけども、今でも使えます。 LED ですから今時薄型テレビは。だからやっぱり長持ちするみたいですね。だからね、そういうところで長持ちする製品を作れたところはやっぱり賢いになってくるんですよね。であんまり画素数上げても、これインターネットにいろんな動画とか上げるとき、コンピューターで記録しておく体積とか
かって、やっぱり、まあ、ギガバイトとかいろいろ容量ありますけど、画素数が上がれば上がるほど容量大きくなっちゃいますから、それだけコンピューターの能力を上げていかなきゃなんなくなるから、追いつかなくなってくるし、これ開発競争止まんなくなるから、まあ、ある程度のところでいいんじゃないかって僕とか思ったりするんですよね。なまあ、その辺のところは、まあ、僕一人の判断で、なんかね、世の中全体動かないですから、まあ、結局国会で決めていただいたりだとか、まあ、まあ、各メーカーさんとか経団連のところで、もうこれだけ五大問題のところを軸にして何をすればいいのかっていうことは分かってきたと思いますし、だからね、まあ、テレビは LED が結局何年もつか、何時間、まあ、テレビつけていって、いたら結局 LED がダメになるかっていう部分、それで画面が映るか映らないかは決まってきますから、あとは基板ですね、中の内部の基板が何年持つかっていうところあるかと思うんですけども、基板の交換だけで相当な年数持つんじゃないですか。あれは LED の電球とかだったら普通の蛍光灯よりも4倍ぐらいの継続時間ができましたよね。だからね、まあ、だからシャープエンジニアリングっていうところは、まあ、修理専門の部門なんですよ。だから僕洗濯機の修理とか、旧型のタイプ、普通に、縦型の、洗濯の洗濯槽があって、まあ、ぐる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 回しながら洗濯をして、脱水かけてって、ああいうものなら、僕修理できます。スイッチの交換だったりとか、軸受けの交換とかもできます。案外簡単ですよ。まあ、プラモの延長線上みたいなものですね。まあ、基板のところも基板が悪かったら基板ごと交換すりゃいいし、そんなに難しい作業じゃないんですよね。だからその時の、契約内容は、一件修理した時に、まあ、5000円の、収入が発生すると。だから、仕事を覚えなかった。で修理できなかったらお金発生しないんですよ。なんか覚えるん、まあ、全力で覚えようとするじゃないですか。条件厳しいから。だからまあそれもまあその時は州は株式会社さんで働かせてもらっていて、まあその長時間労働、370時間の長時間労働をさせられて、それはタンクローリーでの横転事故があって、まあ訴訟費用の救助申請、まあ300番台のところにその裁判の番号を出してますけども、結局その時の状況って家族が会社なんか訴えてたら働くところなくなるとかで、姉が当時東京に住んでいて急に東京に弟が来たとか、芸能人で知り合いがいるとか言い始めたとか言って、で親とかそういうこと分かってなかったんですね。でそういうふうなことを知らなくて、でテレビに向かって話したりとかして、テレビ局の人と意思疎通とかしたりしてます。これは今でもしてることであって、その VTR も正直世間に公表したいところで、まあテレビ局にまあ平日あたりに問い合わせてみようかなと思ってるんですけども、まあ載せていいかどうか。でそれによって姉からしたら弟がおかしくなった、家族からしたら弟がおかしくなったっていうことで、精神病院に入れられたりしてるんですね。これは2010年ぐらいの頃で、有馬高原病院の、医師が豊田先生っていう医師で、で開業医もなかなか大変でしょう。で神戸市北区の西鈴蘭台駅の近くぐらいに豊田院っていうところあるんですよね。でそこで併業して精神病院のお医者さんになられたりしてたんじゃないですか。トヨタ院って書いてるんですよね。まあ名前がねちょっと言いたくあんまりないんですけど、肛門科とか、まあそういうふうなところで、そんなところなかなか患者さん来えんやろ、でこんなことを個人でし始めたって、で税金の補填があったとしても患者さんが来なかったら成り立たないですからね。まあまあ結局閉店という形になってるんですけども、まあね、この社会、まあ、どこから無理があって無理がないかっていうところを、まあ、しっかりと考えて改善していく。でもう警察の方もあんまり逮捕で動かないで、精神病院もそれやめてください、有馬警察署の皆さん。でこれもう情報共有しましょう、日本中の、警視庁各都道府県警で。でもう淡井圭介さん、こんなに生活保護で世の中社会の改善に向けて頑張って自分でデータ集めていろんなところにいろんなこと世界国税税購入するんだって。もう六法税書2回購入してますから、法改正とかありますから、
平成20年の頃の六法全書を買ったのと、平成31年の六法全書を買ってます。土星六法も装備してます。土星六法もなかったら消費税の概念なんかそのいろんなことを消費しすぎるから消費税っていう税金ができたんですが、分かんなくなりますから。これも政治家の人たちによって分かってる分かってない人います。でもともと昔は政治家の方で国会中継見てもらったら分かるかと思いますけど、髪の毛染めてる人なんかいらっしゃらなかったでしょ。だから白髪になった人はどれだけ苦労してきたかで、白髪になるほど頑張ってこられたんだっていうことが分かるっていう話であって、髪の毛染めたりしてたら髪の毛染めるやつって結局余ったやつとか頭洗ったりとかした時に川に流れるでしょう。で河川を汚すし、それ河川法の法律で河川はきれいにしなきゃならないから、河川法の概念でいうと、それそういうの使っちゃダメなんですよね。罰則規定までつけなきゃならないんですかと、罰金刑とかそんなことまでしなきゃならないのって、大人でしょって自分で分かるでしょって。美味しい刺身とか食べたいじゃないですか。そんなねえ、海は汚染されて海洋、まあ、広い海は太平洋とかですから海洋ですよ、まあ、そういうふうなところは汚染されてない世の中の方がいいでしょう。僕は当たり前のこと言ってます。だから美容院とかがお金儲けに走りすぎたんですよね。でこの辺もそうなんですけども、髪の毛切るところがね、美容院とか散髪屋さん合わせて10件以上に増えてしまいました。だからね、ありすぎてもう閉店しなきゃならなくなったところは閉店してます。これが現実です。今岡川駅の鳥貴族っていう店舗ありますけども、そこももともと美容院だったんです。無理あります、無理です、無理です。そんなに出店したって無理。テレビ見てみんなちょっとおかしくなっちゃうんですよね。普通に考えたらいいんです。今は日本は人口少子化だから、そんなもん髪の毛で着る人海外からなんか連れてこれない。そんなこともう無理なこと考えすぎで、今事業なんか拡大するような社会じゃないです。まあいいとこアニメとか漫画とかゲームの娯楽関係じゃないですか、海外進出だけど。まあ発展途上国、先進諸国化手伝ってあげるのもいいんですけども、それエネルギーのめどの見通しが世界中でついてからじゃなかったら、世界中先進諸国が多くの餓死者出しますよ。90億人レベルで2050年以降餓死者出すんですかの話になっちゃうから、そうならないように日本とか世界各国対応します。対応策が見つかった方なんですよ。本当は僕も頑張ってそれ見つけて、いろんなところ進めてきてもらったから、テレビ出れる資格絶対あると思うんですよね。そういう話、明るい話みんなで放送しましょう。ニュースも暗いニュースよりも明るい、みんな大丈夫だぞっていうようなニュースの方はみんなホッとできていいじゃないですか。だからそういう方向で皆さん進めましょうよ。そういうわけで、今回まあ、特に見ていただきたいのが、まあ、有馬警察の方たちとか各都道府県の警察官で、福祉課の方たち、各、区役所の窓口の方たちとか、まあ、政府上層部の人たちも知っておかなきゃなんないことですし、まあ、テレビ局の方たちとか、まあ、経団連の方たち、まあ、結局もう皆さん全員ですよ、一般人の方たち含めて、そういう内容でした。本日もご清聴ありがとうございました。なんとかまあ、これ作るのも時間かかって大変なのは大変なんですよ。まあ、アップロードするのに、まあ、動画つなげるときなんかもう何時間もかかったりとかするんですよね。2時間以上とか。そんなに高い性能のコンピューターなんか僕生活保護者だから買えないから、もうすごい節約して、ものすごい節約をして、まあ、食品ロストが出ちゃうね、結局残飯として捨てたら、それガスなりなんなり使って燃えるゴミでわざわざ石油でトラックでゴミを、燃えるゴミを回収して産廃として、産業廃棄物として回収して、それ燃えるゴミのところでわざわざガス使ってまでとか、そういう話になっちゃうから、半額の商品買いに行って僕も自分の生活、食費削ったりとかして、それでなんとかそういうふうな動画で世の中が良くなるように今頑張っては作っていきたい。でも、もうすごく悲しいんですよ。アメさんが亡くなったの。僕だってもう人生いっぱいいっぱいなんですよ。追い詰められて。もう厚生年金だってほとんど半年しかかけてきてなかったし。みんな僕の見てる映像見て、僕の状況を理解してください。ホームページになって、それは僕の不満だってあげなかったら僕だっていてもいられないですよ。これが本当です。だからそんだったら今まで下手に厚生年金かけた方がかけない方が生活保護者の方がいいのかどうか、老後が怖いんですよ。たらいんで洗って洗濯しなきゃならない人生なんか無理ですよ。あんな人生になったらもう無理ですよ。服買えなくなって服の洗い回しが効かなくなる、目に見えてるんですよ。セーターだって飲み切りますよ。そんな状況です。
皆さん、心当たりのある方、我が天下とか戦国父母、我が天下に関しても僕のアイデアで作ったんですが、日中友好である程度のお金支払ってください。で、僕も相場わかんないんですよ、どれぐらい払ってもらったらいいのかって。ただ厚生年金に関して一般の公務員の方の日本の円で言うと、まあ平で大して出世されてない方で、まあ厚生年金と年金の掛け金がだいたい2000万円以上、まあ普通に公務員として20歳ぐらいに入社して60歳ぐらいで、まあ今までご苦労様でしたということで退職された方はだいたい2000万円以上かけてます。だからそれぐらいが相場なんじゃないかなと。まあ出世された方とかはもっとかけてますよ。2500万円だったり3000万円だったり代だったり掛け金。だからこれは自分の所得に対して厚生年金の掛け金とか変わってきますから。だからね、だから会社の方で政府安倍政権の時に、まあ、立憲民主党、その当時は民主党の方たちですかね、合同で、すぐに、厚生年金入れるようにしてなかったら、ずっと仕事をもう行ったり来たり、仕事あるところにやっぱり人材派遣業者だと、まあ、仕事を、もうたらい回しになっちゃうんですよね。どちらの方の人生が難しいかって言ったら、ずっと同じところに勤めている人生の方が多分負担少ないと思います。いろんなところでいろんなところに勤務しに行かなきゃならない、そこの仕事場のことを覚えなきゃならなかったりとか、お金残業手当とか払ってもらわなかったら労働基準局とか行かなきゃならないでしょ。で、余分な交通費とか時間とかロスして働かなきゃ厚生年金かけれないし、窓口に駆け込まなきゃならないし、どこにそんな時間あるのって、個人で裁判で訴えなきゃならない状態。法テラスも同じ件に関しては30分にしか、まず1回の相談時間が30分ぐらいしか時間もらえないんですよね。で、3回相談して裁判所対応で法テラスさんが動いてくれなかったら、もう個人で裁判するしかないんですよ。自分で法律を覚えて、もう法テラスさんがある程度のところですぐに動いてください。そうじゃなかったら社会成り立ちません。だからデフォルトの恐れが以前近づいてきていたから、海外にいろんなところに相談していろんなものを売らせてもらったりとか、任天堂さんの任天堂スイッチも僕のアイディアで、いやもう一体型にしといた方がいいと、もうSD シリーズがあったじゃないですか。 SD カードで遊ぶ持ち運び型のゲームと、家で据え置き型のゲーム機、テレビにつなげたゲーム機、これもう両方できるようにしといた方がいいと。もうソフトを分散すると消費者の方が持ちこたえられない。そんなのみんな遊びで娯楽でお金使えないですから。だからまあそういうことです。心当たりのあるメーカーさん、ちゃんとお金支払ってください。僕からのアイデアで作ったらさ、任天堂さん超超える売り上げ出しといて一銭もお金支払わなかったら、もう社会で経団連の中で恥かきますよ本当に。もうもうね、もう僕もあんまり泣いてたらみんなも心痛めたりするでしょ。だからどこかで笑顔なかったらこんな社会持ちこたえられないし、僕も悲惨な人生ですよ。阪神淡路大震災で生き残ったのに、結局こんな人生かと思う。だからあの時結婚できるチャンスっていうのはいっぱいあったのに、あの時相手が言ってきた時にちゃんと名前と住所、電話番号を聞いて、せめて連絡つけれるところ、相手の身分がどういう風な人だ、どういう人なのか分かんなかったら、急に来られても僕その時パソコンとか持ってないから調べようないんですよ。芸能界で活躍してるかどうかなんか、そんなもうフルタイムとか長時間労働してる人間、テレビ見る時間ないから、なんか分かんないです。僕何も